はい、皆さんこんにちは。今日はプラレール博院大阪2018へやってきました。来場記念品はドクターイエローの中間車とバーティーだね。はい、行こう。はい、で会場の入り口はトンネルです。じゃあトンネル、はい、トンネル入ります。はい、出てきた。トンネルを抜けるとドクターイエローが待ってるね。ふじちゃん行くよ。はい、取れた。でドクターイエローコーナーはこんな感じです。すごいね。いつのアームを一つに合体させて一気に整備することもできるぞ。もうドクターイエローだらけっていう感じだね。うわ、地面の中にプラレールだ。はい、行くよ。はい、じゃあこっち。おい、プラレール博おなじみの巨大ジオラマです。すごいね。これは何階建ての線路なんだろうね。こんなのお家でも作ってみたいね。ちょっとブルーの光で幻想的な風景だね。何台ぐらいプラレール走ってるのかな。このコーナーはプラレールの連結ができるんだね。で記念撮影スポットはこれだね。巨大な T シャツと巨大な上靴です。ほらほらほら、こんなところで寝るんじゃない。会場中央あたりまで来るとトーマスゾーンとシンカリオンゾーンに分かれるね。まずはシンカリオンゾーンです。あれが面白い。で大きなシンカリオンが展示されているのでここで写真撮影だね。でこれはシンカリオンの体験型アトラクションだね。無料になってます。このコーナーはトーマスの初動灯の巨大ジオラマになってます。すごいね、トーマスだ。なんかボール運んでるのかな。パパ見て、パパ、はい、パパ、なんか一つのストーリーがありそうだね。でホッパーで石炭を運ぼうっていうアトラクションもあったね。一生懸命ハンドルを回してます。プラレール博とかトミカ博でおなじみのボールコーナーだね。子供たちの興奮スポットです。プラレールが大好きなんだ。
アトラクションのクリア賞はシルバーメッキの新幹線プラレールになってます。先頭車と中間車と後尾車ってあるんだね。全部揃えたいね。今回もプラレール釣りをやっています。5歳のてるちゃんは6台も釣れたね。正解、6個。ふくちゃん何個釣れたの？2歳のふくちゃんは3台です。はい、3個で、トーマスの客車に乗っています。で、今回は先頭の車両だね。みんなすごく楽しそうだね。ショッピングゾーンはこんな感じです。で、トミカイベントモデルも一緒に販売されてました。大人気のラフェラーリとかコラボトミカの広島東洋カープっていうのもあったね。で、閉館時間が近づいてくるとこんな感じに空いてくるね。この時間帯になるとアトラクションは5分も待たなくていいね。たくさんアトラクションをやるチャンスタイムです。で、ちょっと早いけどトミカ博員大阪の告知もされてたね。来場記念トミカはスバル WRX のパトロールカー仕様だね。で、今回は開催日初日の1月1日お正月だったけどすごくお客さんいたね。アトラクションゾーンもショッピングゾーンもすごくにぎわってました。会場の方にお話を伺うと開催時間は10時からなんだけどちょっと前倒しで入場できたみたいだね。早い方は開催時間の2時間ぐらい前から並んでたみたいです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。じゃあ帰ります。今日もおしまいです。バイバイ。